皆さんこんにちは、いちころりんです。今日もキャンプに行こうと思います。今日のキャンプ地については、道東オホーツクにある女満別湖畔キャンプ場です。初めて湖を目の前にしてのキャンプなので、とても楽しみです。行ってきます。Before the sun, every single day He gave me a home and gave me my name He sang Robert Earl and sweet baby James Yeah, he built a life on amazing grace I was born to break every single rule With a reckless heart, sometimes a fool I was hell to raise, but he kept his cool Showed me love will always follow through I can see it all in his weathered eyes He looks straight in love and sacrifice Oh, I've spent my days living all the wrong But now I know it, I'm my father's son網走港目満別野営場目満別湖畔野営場この木のこの付近を今回のキャンプ地とする。いや、風が強いっすね。テントもどうにか立てて海の場所もセットしました。もっといっぱい並べたかったんですけど、風が強くてちょっと物を今やめました。で、この今ランタンも置いてるんですけど、ランタンも後で一回片付けます。とりあえず昼飯食いまーす。本日のおつまみは、この付近にある東もこと町のしじみチーズ醤油漬けです。裂けるチーズですね。で、あともう一つデザートに生どら焼き、これも東もこと町の特産品ですね。で、この時間帯からデイキャンパーの人たちが2組ぐらい入ってきて、さすがにちょっと自撮りしながら喋るっていうのが恥ずかしくてできなくなったので、アフレコ使っていきます。味はしじみの味というか風味ですね。味はもう醤油ですね。でもすんごいうまいですね。こんなことやって食べてみたんですけど、まあ味は全然変わんなかったですね。とろけるわけでもなく、とりあえず手熱いんで、まずすぐ引っ込めちゃうんですよね、溶ける前に。生熱いです、これ。次は生どら焼きの方を食べたいと思います。東もこと町で作られているやつですね。はいはいはい、この桜のマークが入ったどら焼きはですね、冷凍してあって、これはめちゃくちゃ美味しかったですね。もう食べた瞬間もう震えて、もう一個買えばよかったと思いましたね。そして今回新ギアで後輩からいただきました、もう使ってほしいとのことで、ユニフレームのチビパンですね。ありがとう久保内くん。今回はもうこのフライパンでしか調理しません。餃子、はい、こんな感じからの、餃子のタレ入れたらこんな風になってからの、水人ソーダで流し込め。そうこうしてたら眠たくなって、この後寝ちゃったんですよね。そしたらもう気づいたらもう真っ暗で、そしたら月めちゃくちゃ綺麗で、でも周りが真っ暗で、ちょっと明かりがあっ
って綺麗だなと思って焚き火の時間かなと。ランタンって綺麗ですよね。すんごく雰囲気出て、もう一個欲しいなと思いました。でこの後このビールを飲んで、もう意外といい時間になっていたので、もう寝ようかなと。テント入ってそのまま寝ました。おはようございます。眠いです。めっちゃ冷えましたね昨日の夜中、朝すげえ寒かったですね。ちょっと外出てみますね。おお。おお。ちょっと寒いですね。うわあ、いいっすね。おはよう、日本。ルマンベス湖畔キャンプ場、いいところでした。撤収も終わり、これから帰りたいと思います。帰りは途中の、山水という温泉のそばにあるんですけど、そこに入ってゆっくりしてから帰ろうと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。帰り道に偶然出会った可愛い後輩。